悪魔の偵察者、実は上の角が本体、龍です。さあ本日なんですが、お帰りなさい悪魔の偵察者さん、お帰りなさい。もうなんかこんなモンスター、2年前にリミット解除されててもなんかおかしくないくらいの、あの感じのモンスターだったんですけど、いつまで経ってもリミット2にね指定されてまして、今回の、リミットのあのレギュレーションの適用によってですね、あのやっと帰ってきたんですよ。リミット適用内容、これに、12月の15日からあの適用されるんですけども、12月の15日からなんとね、これほらリミット解除きた、出ました、やりました。ということで今回はこの悪魔の偵察者さんを使って救っていきたいと、この敵じゃねえや、ちょっと待って、悪魔の偵察者さんを使っていきたいという、そういう敵になってましてですね、デッキ破壊ですね、基本的にはこの人、リバース効果で相手のデッキトップ3枚を見て、で魔法カードあったら捨てさせるっていう、まあ、効果なんですけども、これを使ってデッキ破壊をしていきたいということなんだが、まあ、救っていきたいっていうね、偵察者を救っていきたいっていうデッキなんだけども、これね、すごい、もうなんかデッキ紹介段階で言うことじゃないんだけど、まあ、旧世系実況者あの本気出した結果、あのね、こいつね、多分ね、いらないわ、うん、多分ね、いらない、いらないんですよ多分ね、いらないわ、いらないんだけど、なんかさ、可愛いじゃんこのモンスター、可愛いから入れてるっていうだけです、今回のデッキは。救おうと思ってこいつ入れたんだけど、三積みしたんだけど、これ、ね、救えないわこいつ、弱すぎる、もう環境のインフレが進みすぎて、なんかもうリバース効果とかなんかやってる場合じゃない、正直。なのでまあその、まあ、余韻ですね、これはデッキ構築の、まあ、正直まあこういう風にしたいんですよ、デッキは。でこういう風にして、なんかここ違うなんかカード入れたいんですけども、ちょっとあの UFO タートとか UFO タートとか入れたいんですけども、残念ながらちょっとこいつを救済するっていう都合上、こいつを入れざるを得ないというデッキになりました。はい、早速ねこれ対戦内容を見ていただいたら分かるんですけど、マジであのやばいです。語彙力がなくて申し訳ないですけども、マジでやばいです。対戦見ていただいた方、最後に救えたか救えなかったか、ぜひねコメントで教えてくださいデュエルスタンバイ。さあお相手の方は西洋拓磨選手、ちょっと絶対運命力マジやめて、大丈夫だ、いや引かぬ結果、危ねえ、危ねえ、もう絶対運命力なんて勝てる気しないからな、マジで勝てる気がしない、新テリトリー、やべえやべえデッキ来た、スーパー脳筋デッキ、まあ、でも逆に脳筋デッキとかの方がまだ可能性はある。ちなみに今、8連敗からしてるんですけど、このデッキまだ可能性はあるぞ。さあ、新生眼いいだろう、新生眼はいいだろう、悪くないだろう、悪くないだろう。さあ4000ポンか、4000ポン出た、4000ポンなし出ました、4000ポンなし、強すぎる、いいだろう。いやーこれね、新テリトリーとかはね、もうねどうでもいいんですよ正直。こっちはね自分の動きができるかどうかっていう話なんで、あとマジで偵察者本当にいらない、このデッキ偵察者マジでいらないんだよ、偵察者ねめちゃくちゃ弱いわ先言っとくけどさ、ちょっと先言っとくわ、あのね偵察者めちゃくちゃ弱い、びっくりするが弱い、いらないもん、このデッキ抜きたいもん、なんなら今3積みしてっけどね、こっち3積みしてるけど、めちゃくちゃ弱いからめっちゃ抜きたい。リミットリバースとか強化が蘇生で蘇生する意味ないんですよ、あいつあのリバースモンスターなんで。なんであの人はずっと一緒リミット2にかかってたんでしょうかね、全く分かりません、全く分かんないけど、さあとりあえず新パラドックスギアはいいだろう、パラドックスギアの方がまた出てくるか、いや強いな、パラドックスでからのパラレルからの、新スターダスト、 OK いいでしょう。さあ新スターダストで重心機のアレクサンダーですか、アレックからのパラドックスギア、 OK、 そっちか、 OK、 まあいいや、それはバトルいいだろう、よし破壊してくれてありがとうよ、よしよし、局所、あぶれ、局所とかいう街殺意高いから入ってんな、ね、バトルステップリミットリバース発動、リミットリバースの効果によってウォームアーム局所化し、そしてチェーンデストラクションでお前のデッキはさらに6枚破壊される、
くらえ。ブルーン。お、なんだ？なんだそれは？あ？トゥルースか？トゥルースか？トゥルース、バカめ！俺のスキルは根性。そんな五千打点程度では、俺は知らねえ。耐えろ！いやし！よし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 。来い、偵察し来い、偵察し来い。よし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 。魂の攻撃表示で召喚、これがテイスタッシュデッキだ。ターン終了。さあドロフェイズを宣言しろクソったが、これがテイスタッシュデッキよ。さあお相手の方、アトラスジャック選手よろしくお願いします。デル先輩、よし、反応強いぞ、反応強い。てなんならね、あの偵察者を救うデッキなんですけども、偵察者来んなって思ってる今俺は。偵察者なんて来んなって思ってる。あのね、やっぱね、あいつね、めっちゃ弱い。めっちゃあの大目玉の大王魔人、めっちゃ弱いわあいつ。使いやすぎ。効果リバースで破壊されたら効果発動するとかに変えろ。もうあいつそしたらウォームアームと全く同じになるけどな。性能がやっぱね、その使い回しができないと強い、あの辛いよね。リミットリバースとか強化蘇生が使えなくて、バーストリバースとかあったらワンチャンみたいな感じかな。さあガール召喚獣、さあちゃんと制限守っているデッキですねこれはね。さあワンダーワンドを装備して2ドローを入れていく、強い。多分ね、あのね、召喚獣もそんなに多分まあなんとかなるとは思うけど、まあちょっと召喚魔術とアレイスタのまあバランスが難しいみたいな感じかな。お、引いた。そう、まあこれも言うてなんだよな、別にそんなに辛くはないみたいな感じだと思う多分。さあ召喚魔術を、手札に加えていく。さあ召喚魔術が何枚入ってるかみたいなとこあるけどね。さあ、魔術発動いいでしょう。貫通だけマジでやめていただきたいんですけども、まあ、11枚だったらワンチャンあるかな。まあ一応グローモスがいるんで、まあ、ちょっと相手のバックによるかなっていうところあるけど、サホもやめて、あーチはいい、チはいい、チは全然いいや、チはオッケー、チは問題ない。メガラニカで召喚魔術効果でアレイサ回収ね。はいはいはい、オッケーオッケーオッケー、それは全然いいです、全く問題はありません。さあでメガラニカでぶん殴ってくるんでしょうか。さあカードをセットしていく。さあぶん殴っていく、 OK で、ウォームワーム破壊された、ウォームワーム効果でデッキトップ3枚墓地送る。召喚魔術落ちねえから、召喚魔術が落ちてほしい。リミットリバースで、あでもあと残り9枚でしょ、残り9枚でプッてやって、でチェーンデストラクション発動、おりゃーおりゃー。五代ユウスケがキック、あ、清掃、はい、清掃、それは意味ないと思う、それは多分意味ない、はい、はい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 、いいですよ。で6枚墓地送ってください。ドルルルルル、召喚魔術落ちた、オッケー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 、召喚魔術落ちた、でかい、あー来た、出た出た、大王だ、大王目玉降臨、煽りの攻撃表示で悪魔の偵察者を召喚、ダメだこのモンスター弱え、キモすぎる。弱すぎこのモンスター、このモンスター弱すぎ、こいつマジでいらん。さあお相手の方、桐生京介選手よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。表、あーまあいいか。最強モンスターセット、最強モンスターめちゃくちゃ弱い、これマジで、これ完全にウォームワーム用のデッキにね、あのただぶち込んだだけなんですよ、悪魔の偵察者を。マジでこれ初動悪魔の偵察者弱すぎるだろ。抹殺の人やめろ、バカ誰かよ、ふざけんな、全部4列並んでるぞ偵察者が、ふざけんなよ、マジキモいことしてんじゃねえぞ BF、 お前なんで抹殺入ってんだよ、おかしいだろ、ふざけんなよ黒い旋風、ちょやめやめやめ、ふざけ
マジでふざけんな。